ダンスビュー DVD をご覧の皆様、こんにちは。秋吉康則です。上脇由紀子です。さて、前号からスタートしました全国共通ステップのコーナー、本日は2回目となります。ブルース、マンボ、スクエアルンバ、ジルバ、ワルツ、チャチャチャ、パソドブレ、クイックステップ、タンゴ、サンバの10種目のうち、今回はスクエアルンバとジルバをご紹介します。初心者の方でもすぐにパーティーで踊れるようになる簡単なステップ構成になっています。これさえ覚えれば全国どこでも誰とでも踊れるステップ、これこそ社交ダンスの醍醐味かもしれませんね。気軽に社交ダンスに触れられるよう配慮した構成を心がけましたので、まだ社交ダンスをやったことのないお友達に勧める時などにはもってこいです。今は難しいかもしれませんが、この先ダンスパーティーが全国各地で開催されるようになったら、ぜひいろんな地域で社交ダンスをお楽しみください。それではスクエアルンバから参りましょう。現在主流である9番ルンバとは異なり、フランスで発展したダンスです。それではご覧ください。
馬のスクエアという名称ですが、足形の軌跡が正方形を描くところから名付けられています。さて組み方です。まず向かい合って立ち、手を取ります。男性の右手が女性の左肩甲骨のあたりに置かれます。この方向から見ると重なっているのではなく少しずれてますね。この方が踊りやすいですね。ちょっと向きを変えます。このようにずれて踊ってください。ほとんどのステップがこの組み方で踊り通せる、とても簡単なダンスですので、初心者の方にはもってこいです。社交ダンスとしても最もふさわしいダンスかもしれませんね。スクエアルンバのリズムですが、クイッククイックスローを、クイッククイックスローをと数えます。この数え方につきましては後ほどエクササイズで実際に体を動かしながら一緒にやってみましょう。それではサイドシャッセとスクエアを用いてエクササイズをやってみましょう。先ほど説明しましたようにリズムはクイッククイックスローでしたが、足を一歩ずつ踏み替えます。クイッククイックスロー、ここ2拍待たなくてはいけないので足を引き寄せると分かりやすいですね。クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスローです。はい、もう一度やってみましょう。1、2、3、はい、クイックイックスロー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 。サイドシャッセは横に移動するだけの簡単なステップです。続きましてスクエア。スクエアは先ほど言いましたように正方形の形を動くようにしてください。カウントは同じクイックイックスローになります。やってみます。1、2、3、はい、クイックイックスロー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 。いかがでしたでしょうか。皆さんもご自宅でやってみてくださいね。それではサイドシャッセとスクエアを実際に音楽をかけて踊ってみましょう。1、2、3、はい、クイックイックスロー、クイックイックスロー、クイックイックスロー、クイックイックスクエア、クイックイックスロー、クイックイックスロー、クイックイックスロー、クイックイック。サイドシャッセに戻ります。スロー、クイックイックスロー、クイックイックスロー、クイックイックスクエア、クイックイックスロー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 。そしてまたサイドシャッセ。いかがでしたでしょうか。皆さんも好きな音楽をかけて練習してみてくださいね。続きましてジルバです。テンポの速い曲から遅い曲まで幅広く踊ることができる、日本の社交ダンスとしては欠かせない人気種目です。それではご覧ください。
ご覧いただいたようにジルバは2人の位置が何度も入れ替わるノリの良いダンスです。まずはじめは向かい合って構え、男性の左手と女性の右手をこのように手をつなぎ、右手は背中の方に、女性は左手は男性の背中の肩甲骨のあたりに添えるようにしましょう。そしてスクエアルンバと同様に真正面ではなく少し左にずれた状態からスタートするようにしましょう。そして何か変化があった後は体を相手に向けましょう。スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。このように体は相手に向いています。例えば、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。このようになってはいけません。続きまして、ジルバのリズムです。ジルバのリズムは、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイックと数えます。スローはクイック2個分になります。ステップを踏むときは、男性はいつでも左足から、横、横、後ろ、前。横、横、後ろ、前。女性はその逆の足から、横、横、後ろ、前。横、横、後ろ前となります。この横にステップするときにスロー、スローというカウントになるんですけれども、スロー、スロー、クイック、クイックというカウントが取りづらい場合はスロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイックと足を引き寄せると簡単になるかもしれません。こちらも同様に、スロー、お、スロー、お、クイック、クイック、スロー、お、スロー、お、クイック、クイックと練習すると良いと思います。このあたりは、一人でできるエクササイズの時に、実際に体を動かしながら一緒にやってみましょう。それでは、ジルバの基本的なステップをテンポの遅い曲と速い曲に合わせて練習してみましょう。最初は先ほど説明したように足を寄せないで踊るステップを4回。その次は足を寄せて踊るパターンで繰り返しやってみたいと思います。それではやってみましょう。続きまして、少しテンポの速い曲でやってみましょう。いかがでしたか？お楽しみいただけましたか？前後のブルース、マンボと今回やりましたスクエアルンバ、ジルバはいわゆる社交ダンスの入門編ともいえる4つの種目です。繰り返し練習してぜひ習得してくださいね。次回はワルツです。お楽しみに。